まずは本日お話をいただきます大野さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。大野さんは1956年大阪生まれ、理系の大学を卒業後、当時テリー伊藤氏などが所属するテレビ番組制作会社 IBS テレビ制作に就職。独立後、趣味として楽しんでいたカメラを生かした名機の肖像、デジカメ散歩、カメラ女子などの写真関係の番組も数多く制作されました。 OMD EM5 Mark II に関しましては、その開発当初から OMD ムービーに関してアドバイザーとして参加、試作機の段階から収録現場に投入、実際の放送におきましても使用し、そのフィードバックが製品に反映されています。現在は制作プロダクションスティーロの執行役員としてもご活躍されていらっしゃいます。それではお迎えいたしましょう。大きな拍手でお迎えください。テレビプロデューサー大野克己さんです。どうぞ。そしてもうお一方お迎えします。続きましてはオリンパス株式会社画像システム開発2部1グループグループリーダー羽田和弘です。どうぞお願いいたします。それではお二人どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今ご紹介に預かりましたテレビプロデューサーの大野と申します。こういうステージに私立つのは初めてでございますけれども、なぜかというとやっぱりオリンパスさんというのはやっぱりね、写真機のスチールカメラの会社なので、なかなか私のようなテレビの人間が来ることはないと思うんですけれども、今回この、ペンおよび OMD の中にこの画像処理をいろいろと入れていくということに関して、ちょっといろいろとご指導といったらちょっと非常にとんでもないおかしいんでございますけれども、いろいろ教えていただきました。ご協力させていただきましたのでここに来ております。で、一緒にもうこの人に散々注文を出しました羽田さんです。羽田です。本当にいろんなですね、無理を聞いていただきまして、困ってきました。本当にありがとうございました。いろいろ動画の基礎からですね、教えていただきまして感謝しています。恐縮でございます。で、今ですね、ここにすでにこういうふうに OMD ムービーって出てて、私の目の前にこういうふうにコンピューターがあるんですけれども、何をやってるかと、 V まで1分前とか今出ましたでしょ。僕らテレビの仕事やってるので、だいたいその辺にですね、普通はフロアさんあるいは AD さんでいて、あと1分で V 行きますとかこういうのやるんですが、今日いませんので、自分で作ってきました。なので私これを見ながらですね、次の段取りを決めていくと。ということはいろんな話が、どんだけ私がわわいらない話をしようとしても時間に決められてしまう。絶対40分でこのコーナー終わります。で、それはどういうことかというと、結局動画というのはやっぱり時間の上に乗ってるということも、これ半分表現しているということなんだよね。そうですね。今30秒前出てました。まずはですね、何も言わずに最初に出てくるこの映像を皆さんと一緒に見たいと思います。動画ですから必ず時間によって支配されています。こういうものをつけてみました。まず見てください。Is this
というわけでございましてですね、これは実は皆さんもこのオリンパスさんのウェブサイトに行くといろんなそのサンプルムービーを見ることができるんですけども、その時のベースに作った映像です。ちょっと普段は見ることができないかもしれない。で、どうですかこの絵見て。これ EM5 Mark II で撮った絵なんです。全部羽田さん初めて見てどう思ったの？いやこれ、まあ、何度見てもかっこいいんですけれどもカメラワークとかですね、アングルとかですね、まあ、全てが斬新で、うん、まるでこう映画作品のようでですね、すごく感動しました。作品はね、はいはい、で今メイキングもありますと出ましたけど、これを作ったのは僕の知り合いでロサンゼルスに住んでいるクリエイターで岡村優太君っていうまだ若い29歳ぐらいの男の子が作ったんですけど、やっぱり向こうのハリウッド仕込みはですね、相当才能があります。で彼が実際どういうふうに撮ってるかっていうのが皆さんも普段見れる映像なんですが、一度見てください。このビハインドっていうのは要するにメイキングという本来の英語の言い方らしいです。この構えてるちょっとかっこいいイケメンの兄ちゃんがですね、岡村優太君ですね。これは普段皆さんも見ることができる映像なんですけれども、大事なのはここにちょっと出てます。すべてはですね EM5 Mark II 1240と40150のあのプロレンズだけで撮られてます。で中のメイキング見てもお分かりのようにですね、普通こういう映像を撮る場合っていうのはなんかクレーンを使ったりとか三脚を使うとか、あるいはレールを使うとかいろんなことやってるんですけども、まさにこれだけ。そうですね、カメラだけです、ね、カメラだけです。でこの岡村君という男はですね、USC 南カリフォルニア大学の映画芸術学科というのが出てまして、これスティーブン・スピルバーグ先生とかジョージ・ルーカス先生が行く大学です。そういうところにいるやっぱり映像のトップのところにいる男にちょっと任せたのでこんなかっこいいものができたんですが、彼はそれまで実は全然別の一眼カメラを使ってました。で EM5 Mark II のこの試作機を見せた時にびっくりして、これはすごいという話になって、ものすごく彼はやる気を出してくれました。でそもそものきっかけというのは、まあ、ここからは私とオリンパスさんの話になるんですけども、私自身はテレビプロデューサーをやってるんですけれども、もともと写真機好きでございまして、いろんなカメラを、持ち歩いて、あるいは家にいっぱいあります。それで EM5 この Mark II の前のモデル、これがここの CP プラスで出た時に気に入りまして、いきなりその場で発注して買いました。でそれで写真撮ろうと思ってたんですが、それで五軸手ブレというのでこれで動画撮ってみたらどうなるかなと思ってやってみたら、まさにですねものすごくビチッと全くブレないでじわーっとこうカメラが動画を撮る気持ちにさせてくれるんです。なんですけれどもここからでやっぱりね、写真機としてつまりスチールを撮るカメラとして設計されているので、そっちの五軸手ブレはかなりいいんだけれども、AF の動きとか、いわゆる AE 絞りとか露出のコントロールっていうのがね、ちょっとスチールカメラよりもねかなり早い、ごめんなさい、スチールカメラ動画カメラとしてはかなり早い。でどういうことかというと、動画カメラの場合はやっぱりずっと映像が流れていきますから、その間で見てる人がピントが瞬時にパッと合うとかパッとこっち来るとかそういうことがあるとですね、もうパカパカしてちょっと見づらいんです。で暗いところに急に入ると人間の目ってずっと明るいところにいたらなんか一瞬見えなくなりますよね。でそういうものがスーッとこう見えてくるとか、あるいは明るいところにいたらあちょっと眩しいけどずっと見えてきたとか、そういうものが人間の目の整理なんですね。
でそれよりも今時のそのビデオ、ごめんなさい、デジタルカメラというのはすぐにパンとこう動いてしまうので、ちょっと早いに違うみたいな話がございました。ですごくいいカメラなんだけれども、これ動画として使うにはオートで撮るときにはだいぶしんどいよというふうな話を、私あのオリンパスのプロサロンの方に行って散々あの文句ばっかり言っておりましたらですね、でそんなに言うんだったら手伝ってよというふうな話になりまして、わかりましたじゃあ私で役に立つんだったらというふうな話で、開発に参加しました。でその途中で、羽田さんというこのイケメンの技術者に出会いましてですね、彼が相当私のわがままを聞いてくれました。どうでしたか、そのあの早すぎるって僕が言ってるっていうことに関してのあなたの感想は。そうですね、あの弊社はレンズのフォーカスとかですね、絞りなど、あの静止画向きにものすごく早く動かすことは相当なレベルまでですね言っているんですけれども、まあ、早く動かせるということは遅く動かすことも当然可能なんですけども、ええ、その遅く動かすというところにですねかなりのノウハウが詰まっているということを、うん、まあ、大野さんのご意見を伺いながらですねそれを実感していくことになるんですね。それで、まあ、ずっとですね、今も継続して、はい、そこら辺の動画との違和感との戦いっていうのを、まあ、開発の方でやっています。そうですね、今日も出してらっしゃるあの辺のちょっと見えないけどね、うん、あの向こうの会社とかね、もうビデオカメラの経験のある会社は割と知ってたりするんだよね多分ねただそれにしてもあのこれだけでかい撮像素子、まあ、普通 の、 あのビデオカメラに比べると相当撮像素子は大きくなりますのでフォーカシングとかには非常に難しくなるんです。でその辺の塩梅があの技術者の人に僕はどんだけ口で説明してもなかなか難しいので、ちょっと撮影会やろうかという話になりまして、でどうせ撮影会やるんだったらあの風景とか撮っていても、あんまり面白くないのでという、ご要望が技術の方々からございまして、ちょっと可愛いお姉ちゃんを用意したりして、それで撮りに行って、その時にちょっと撮った映像がこれですね。さっきの岡村君の映像と比べると急に安っぽくなるのはすいません、私がいけないんでございました。でこれはまだ EM5 Mark II を開発している途中の絵なので、これで使ってるのは EM1 でしたね。そうです、うん、EM1 の 30p の絵なんですけど、 EM1 でもちゃんとこれだけの動画撮れるんですよ。雨が降ってまいりまして、それでもあの OMD というのは全く大丈夫ですよね。こういう時全然安心して使えるもんね。そうですね、うん、で AF とか AE ということに関してはなかなか心もとなかったんで、割とこの辺はあの MF でだんだんぼかしていくようなそういう表現はしてます。これ昭和記念公園で2時間ぐらいだったっけ。そうですね、雨の中でしたけど、そうですよね、はい、全て手持ちなのでサクサクとサクサクですよね全て手持ち。だからこれ普通は中はやっぱりあの普通はレールとかね三脚普通使うんだけども全部手持ちでやってます。でその時にあのオリンパスの技術者の人が参考にということで、あのオリンパスのあの小さいコンパクトデジカメの動画が撮れるものでも同時に撮ってくださいました。で彼が編集をして、そのコンパクトデジカメで撮った僕がなんかいろいろとこう撮っているような映像と、それから本編、これ行ったり来たりでちょっとつないでくれたものがありますので、それをちょっと見ていただきたいと思います。やっぱりちゃんとオリンパスの中にもあれですね、あの編集をするという人がいてくださって僕は非常に心強く思ったんですけど、これからが結構面白いですよね。これメイキングのところは藤本由紀ちゃんと言います。彼女はこれフレームインしてきてます。撮ってるとこは誠に虚しい映像ですよね周りにおっさんがいて、はい振り向いてちょうだいみたいな、こういう表現はなかなかスチールというか写真ではしにくいよね。左下隅に見えてる人が結構あなたの上司だった人ですね。いろいろ開発メンバーが映り込んでますけども、あの開発だけじゃなくてあのカメラをですね企てる企画のメンバーも、企画の人たちもいて、いいですか、三脚とか全くないでしょ。
これちょっとね編集のコンピューターが間に合ってないからちょっとカクカクしてるけど本当はもっとスムーズです。これもですね、なんかおっちゃんがこんな風に彼女によってすごく彼女照れてるんですけど、ここですね、例えば普通手ぶれ補正手ぶれ補正って言ってますけど、こういう風にパンナップって言ってあるいはクレーンナップって言うんですけども、こういう風にカメラのを動かしていくところ、あるいはこうやって完全にフィックスでやってるところも、あのつまり止めて三脚に乗っけてやってるようなところもあり、これなんてスライドインというやり方でカメラを横に動かすテクニックを使ってるんですが、普通はレールを使います。それがいりません、こういう場合ね。急にこういう記者ポップが走ってきたんで、 あれのちょっとスライドインをやってみようって感じですぐに対応しました。つまりレールとかをもう用意してると間に合わない。あと見ていただきたいんですが、私思いっきり手を伸ばして撮ってます、写真を撮るときに一番やっちゃいけないポーズです、ブレるから。ところがこれは何でかというと、今の映像のようにカメラを持ったままずっと上に上げて自分の手がそのままクレーンに化けるんです。その時でも一切ブレない。それがこの OMD ムービーの素晴らしいところだと私は思います。だから今までの写真のその規則というか心得というのはなくても、割と自由にその辺は映像を撮ることができるんじゃないかなと思います。ここで言いたいのは、まあ、おっちゃんたちが危ない雰囲気で女の子に迫っていくようなところではなくて、もうなんとなくレンズを見てもお分かりのようにですね、相当これ雨が降ってます。もうかなり降ってるね、これ本降りですよね。そうですね、うん、ここも同じようにやってます。ちょっとこの後東屋の中に入るので、ライトを別に用意はしました。最近 LED ライト安くなりましたよね、はい、確かこれね3000円ぐらいで僕買ってきたやつですけど、これもね LED ライトでバックのライトにやっぱり合わせて撮ろうとしてます。そういう時でもライブビューですごく分かりやすいですね。これがですねクレーンアップという手法ですね。普通はこういうアームがついたものでずっとこう動かさないとダメです。これは周りにレールを敷いて彼女の周りを回っているような映像というふうに思います。でこういう絵で見てると綺麗な女の人なんですけども、撮ってる方はダサいですね、これね。ちょっと恥ずかしい、ちょっと恥ずかしいですよね。もうねこのねこのスクワットがきついんだ、体には。実はでもこのスクワット途中でガガガガってなってるとしては私の腰のせいです。あとこの後見てほしいんですけども、これですね、普通これ周りに曲線のレールを敷きます。でそれでずっと彼女の周りを回っていくというのが、片手でですよ、いい加減な持ち方をしてもそんなにブレない。あ、エンドってわざわざ作っていただきました、ありがとうございます。どうも。そんなわけでですね、こういうふうに撮って、これはやっぱり私とよりもその時に技術者の人だった羽田氏の感想で出てますあなたどう思ったのこれ。まあ一緒にですね作品作り現場でですね体験させていただいて、まあ静止画にはない、この動画にはその独特のその撮影技術というか、その作法というものがあるということですね。それに動画を撮りっぱなしではなくてちゃんと編集をしないといけないという、その重大さっていうのを改めて認識させていただきました、ね、はい、非常に私が皆さんに気づいてほしいなということは羽田さんが気づいていただいたので、本当に私はありがたいというふうに思ってるんですけど、やっぱりですね動画を撮るためにはちょっとスチールとはちょっと違う、ここに出てますけど作法っていうのは別にそんな難しいことじゃないんですけれども、撮り方っていうふうなことがやっぱり出てくるんですね。でそれは結構面倒くさいパーツが必要になる場合があります。で編集の重要性というふうになりました。この2つの話がこれからちょっと2つの話をしていただきたいと思います。で動画を撮るときの作法っていうのは、普通例えば動画を撮るときにはいろんな言葉があるんです。例えばフレームインとかクレームナップとかパーンとか、それはどういうことかというと、フレームインというのはさっきのこう絵の中に女の子の顔がスーッと横から入ってくるとか、クレームナップというのはずっと上に上げていくとか、そういう動画ならではです。その時にカメラオンリーで手持ちで撮るっていうことができたのは、五軸手ぶれ防止機能がついてるからなんです。これがないと道具を持っていかないとダメなんです。
各社から出てる素晴らしい動画も撮れる一眼のカメラが今はありますけれども、大抵何か道具があった方がいいかなというふうに思う機会が多いです、僕が見てる限り。ただ OMD ムービーに関しては基本的にカメラだけでできる。でとにかくこの五軸手ぶれ防止機能を使わないとやっぱりガチャガチャしちゃうんだね。でもう一つ、OMD の一番最初にできた時に比べるとちょっと変えたんですよね、五軸手ぶれ。かなりアルゴリズムも変わっていまして、動画でですね、カメラが動いているのにも合わせて自動的に動きを検出して手ぶれを動画用に補正すると。だからこうパンしてるんだってカメラが気づくんですよ。歩いてるんだってカメラが気づいてくれるんです。これは画期的なことです。そしてもう一つ編集の必要性、皆さんもお知り合いのうちに行って、そこのお子さんの運動会とか結婚式の映像をですね延々流されて、よかったですねとニコニコしながら帰りたいなと思ったことはありませんか？だいたい普通の人が撮るとですね、ワンカットめちゃめちゃ長いんです。で人はですねだいたい30秒とか1分ぐらいで動画は飽きます。だんだんしんどくなります。でその編集っていうのはやっぱり皆さん普段はものすごい鑑賞能力が上がってるんです。なぜかって言ったら毎日テレビ見てるから、あれ全部編集されてますから、相当高度なことを実はテレビでも映画でもやってるわけなんです。ところがこのですね編集はちょっと面倒くさいのね。このファイナルカットプロ7って今出てます。もうこれはずいぶん前に実はもう供給が停止されてる古いソフトなんですが、僕ら未だに使ってて、今でもテレビ番組の8割はこれで作ってますね。でこれちょっと覚えるの勉強しないとダメなんです。さっきのそのゆきちゃんの映像もこれで作りました。でさらにはですね、今回ここで皆さんにお見せしているずっとこの動画流しっぱなしで後ろでコントロール誰もしてません。僕があらかじめ作ってきた映像がここに出てます。これそうですよね、オムディムービーとか。こう下の方はなんかいろんなスーパーとかごちゃごちゃってめんどくさそうでしょ。これ相当めんどくさい。これは本当に勉強しないとできない。でこれはプロ用ですから。でこれで放送している編集ソフトなの。でね、フォトシネマっていうのを大昔からまだスチルしか入んない頃からオリンパスさんはこのデジタルステージさんと組んでやってて、最近このフォトシネマでちゃんと映像も綺麗に編集できるようになって、で割となんていうかな、特殊効果、さっきのファイナルカットプロ7でもできるんだけど、相当面倒くさいことやらないとできないものがお任せセットみたいな感じでいっぱい入ってるんです。で、これに関して、ちょっとコンクールをやるので、そのお手本の映像を作りなさいというご指示を私いただきましてですね、さっきの映像ソフト、フォトシネマというのをちょっと作ってみてみたものがあるので、ちょっと説明をしながらやりますけれども、こんなおっちゃんが作ったにしてはちょっと気ざたらしい、命を探してなんていう恥ずかしい恥ずかしい映像なんですけど、これを見ていただきたいと思います。ずいぶん前からのものも、だから EMO もあるし、いろんなものが出てきます。ここからです。このねバックグラウンドのこうなってるのももともと入ってるんです、この中に。でちょっとねシネマっていう感じなんで、一応8ミリ撮影機を出してやろうかなと、自分の古いのを出してきて、でこのやっぱフリカー出ると映画っぽいよね。はい、いきなり流用しております、さっきの作品の一部。でも少しスモークみたいなのがかかってるのはこのソフトのものをちょっと使っています。これは北海道ですね。こういったところはトラッキングといって、走りながら撮って映像の中にも走っているものが映っているということで、すごく同感が出る撮り方で、これはスチールじゃ無理だよね。タイムラプスですね。これは三脚いります、さすがに。でこういうなんかイメージのショットもさっきのフォトシネマの中に入ってます。あ、そうか、お月さん撮るときも三脚はいります。ブレないんですけど、さすがにすごく対象がちっちゃいので、これもタイムラプス。で今音楽が流れていますが、この音楽もあらかじめさっきのフォトシネマの中には何曲も入っています。そのうちの1曲をこれがいいかなっていうのも選ばせていただいて、それをベースにして何分何秒何フレじゃなくて何拍1,2,3,4 みたいな感じでつないでいきます。だから普通の人にも非常にとっつきやすいソフトなんですね。この絵ちょっと赤飛んじゃってるでしょ。 EP1
古いソフト使ってこれはね、保津峡かな、京都の。ここまでずっとパンダームできるあのビデオ用の三脚はないの。手でやってます。これ歩きながら撮ってますよね、京都。これもだから、これもね一切手持ちなんです。こんだけお桜に寄ってても これは風で桜の木が揺れてる。これ三脚止めてませんよ、手持ちです。この絵はこれもね、映像が走りながら撮りながらフレームインという技法を一応使っています。で、絵をつないでいくセンスっていうのはやっぱりある程度皆さんこの慣れて何度もやってるうちにある程度磨かれていくと思うので、それとやっぱ音楽と合わせるとすごく気持ちがいいです。ここで転調します。タイムラプスの映像は EM5 Mark II のタイムラプスで撮りました。で、タイムラプス撮れるカメラたくさんあるんですけれども、最終的にちゃんと今みたいな動画の形で最後に出してくれるカメラ意外に少ないんです、はい、あれで終わった時点でもうかけ始めるんです ね、 カメラの中で動画ファイルにしますしてくれるもんね、はい、すんごい助かりますので、そうじゃないと結構めんどくさいんです。はい、というまあちょっと恥ずかしい作品でございますけれども、これをですね、とにかく作ったデジタルステージさんのフォトシネマのソフトはなかなかやっぱり楽しで、さっき言ってましたけど5年に1回ぐらいだったんですけど、今年もですねフォトシネマアワード開催されるそうです、はい、で去年の作品はですね1位とか2位は僕らも本当舌を巻くほどすごい作品でした。こういうふうなあのチラシもあるそうなんでございましてですね、皆さんもですね、振るってご参加ください。あんまり大声ではいないんですが、どんなカメラで撮ったもんでもいいそうです。基本的には。で、これはオリンパスさんとあのデジタルステージさんでやっているものなので、今年も夏ぐらいにまた多分おやりになると思うので、私も非常に楽しみにしてます。やっぱり一般の人でもこれだけ動画を楽しむ人、完成度の高い人がたくさん出てきたなというふうに私は思っております。で、だいぶんと楽なソフトは今ご紹介したんですけれども、やっぱりこれ使わないとダメなんです。それでもやっぱり PC がいる。で、普通の人はでもそれパソコンに入れてどうの、さっきのはすごく使いやすいんですよ、誠におすすめしやすいソフトなんですが、こういうカメラだけで編集ってできないの花音ちゃんって私言いましてですね、あなたはその時どう思いました？これまた厳しいご要求でですね動画のカットをつなぐというのはですね、複数 のビデオデッキを、同時に動かしながらですね、なおかつ画像処理もやっていくと、相当マシンパワーを食う処理なんですね。これをカメラの中でやってねって言われたんですけども、相当ハードルが高い。実使用上ですね、我慢できるレベルにするにはどうしたらいいかと、必死に考えまして、クリップスという機能でショートムービーの形だったらなんとかできる、そういう形でカメラの方にですね今回搭載させて、 M5 Mark II からですね搭載させていただきました。オリンパスって面白い会社で、最新機能が EM5 Mark II についたら次のペン F にもちゃんと入ってますからね、同じようなものがねだペン F でも同じことがちゃんとできます、はい。で、今おっしゃってくださったそのクリップス、マイクリップスというこの機能なんですが、僕、スタートしてもうその間で4秒とか8秒とかカメラが勝手に動画を撮って、そうですね、もう次元付きで、もう止まるわけ。要するにここからここまで撮って間抜き出すとか、そういうことはすごいコンピューター的な能力がいるので、それちょっとカメラが死んじゃうので、もう押したら8秒とかもう決めたカットで撮って、これ実は僕大丈夫なのそれでって言ったんだけど、我々が使ってみてもそのカット数というか、その4秒とか8秒の中で絵をまとめるってすごい練習になるんですよ。よく考えたら普段のテレビの番組ってだいたい5秒とか10秒ぐらいのカットでだいたいつながっていってるんです。
そうしないと飽きるから。でものすごい本当に世界遺産みたいなのは1分とか2分とかビシャーとこう撮っていきますけど、それ以外の、ね、映像は、ね、結構それぐらいでいってる。で、さっきまで見たコンピューターの映像はですね、横にこうザーッとタイムラインっていうのは並んでて、そこにたくさんの映像がこう並んでますが、これこんなわけです。これは私 の持ってる、ちょっと相当裏が汚くて申し訳ないですが、 EM5 Mark II のところに出てきたマイクリップスという、そうです ね、アルバムのようにファイルを管理して横にこう並ん、はい、でこの絵の順番変えようかなと思ったら、こうぴょこっとこう指で動かすと絵の順番はこう変わったりする。タッチパネルで操作できますので、コンピューターいらない。で、これをですね、我々プロは普段いろんなこういうコンピューターでわーわー編集するわけなんで、じゃあ、普通の人がちゃんと使えないとダメでしょうということで、じゃあということでオリンパスの人がなんか作ってくれました。そうですね、スタッフの人がですね、動画初心者なんですけれども、ちょっと練習で試してみました。オリンパスですね、石川事業所だよねこれね、八王子の研究所でですね、研究所だよ、はい、和太鼓のサークルがありまして、そちらの練習風景になります。これちゃんと音楽、バック音楽もカメラに入ってるんだね、これね。はい、カメラに1曲最初から入ってるんですが、ホームページから他に10曲ですね、ダウンロードしてインストールすることが可能になってます。はい、太鼓サークルの宣伝やね、はい、でもこれがカメラの中で全部これできてるんですよ。でここから出てきたクオリティを私見ましたら、これにスーパーインポーズ入れたら、ちょっとした今日のニュースです、こんな太鼓サークル の発表会があるそうですっていう風なニュース映像で放送できますよ、これマジで全然できる。これはカメラだけですから。カメラだけです。だからね、もちろんいろんな映像を撮れるカメラは世の中いっぱい今出てきてるし、すごい ものすごい性能のものもありますが、これできるのないね今のところね。でもう一つ音についてっていう、もう次に行けという話になってます。やっぱり映像は絶対音声大事なんですよ。で気がつきますと、オリンパスさんって不思議な会社で、カメラ作りながら録音機作ってる会社なんですよね。こんな会社は他にないです。ないよな。そうですね、すぐ隣でやってます。すぐ隣でボイストリックなんて作ってる。でこれ見ていただいて分かるんですけれども、 PCM レコーダーと EM5 Mark II はつながります。で、レック同期というのは、つまりはいこっからでこっちって止めたら、上に乗っかってる PCM レコーダーがちゃんとスタート&ストップ一緒にやってくれます。でこっちの方にもうハイレゾ音声とか、こんないくらでもこうキャノンプラグでもつながるもんね、はい、すごいことがちゃんと音声でつながるし、でカメラ自身でもちゃんと録音はできます。私相当いろんな文句を言って、イヤホンジャックつけるとかピーピー言ってなんとかつけてもらいましたけれども、プラグインパワーをオフにできて、ちょっとこれはね専門的なんだけれども、普通カメラにくっつくコンデンサーマイクロフォンって、エレクトレットコンデンサーマイクロフォンで割と安いやつなんです。ところが高級なマイクつけようと思ったら、このプラグインパワーというカメラから供給する電力がすごくなんか障害になるときは、これをオフれるような機能をつけて、これでここにオーディオの詳しい人いるかも分かりません、ノイマンの87にファンタムかましてちゃんとこれつながりますから、ということはちゃんとしたオーディオの相当高級なものもここにつながると。ほら、そろそろまとめの話、私オーディオの話になるとどんどん長くなるんで自分で止めようとしております。そんなわけで、私が散々文句言ってああしろこうしろって言って、どれぐらいの項目をあなたは頑張ったわけですか。この M5 Mark II に関しては、その動画だけでですね、大きな項目で50を超えるまあちょっと項目を新規に開発いたしました。無茶入りましたよね。相当時間もかかりました。で私はまだ文句相当言ってるやつあるもんね、はい、もうちょっと頑張ってほしいよね。もうちょっとだから、ずっと継続してまだ開発は進んでます。で、やっぱりでもそもそもそのこの開発は、私が普段カメラが好きで写真を撮りながら時々映像も一緒に撮りたいなっていう風な感じで、わがままをお願いしてそれでやってたカメラなので、そういう風なところのわがままは相当取り入れられてるかな。要するにプロってね、楽して仕事したいんですよ。で思いついた時にすぐに映像を出していた、そういう風に思ってる。それで出来上がった OMD ムービー、
これに関して言いますと、まずもう何度も言っておりますけども、何の周りに機械をつけないでもそのまんま振動をキャンセルして手持ちでいける、これが楽でいいです。圧倒的にやっぱり他社を凌駕しているのはそのオリンパスのこの防塵防滴性能ね。さっきみたいな雨が降ってきても全然大丈夫です、はい。その岡村君この間海の中につけちゃいましたけど動いてました、あんまり推薦できません。人が生存しうる限界の温度変化にそのまま対応するっていうのは2つあって、もちろん僕らの寒いところも嫌なんですけども、この後の後から清水さんがやるところモンゴルマイナス34度、あそこにいる、動くもんね。そんなカメラはないです世の中に。でもう一つね、最後のところで言うと、さっき出てきた岡村君っていうのはロサンゼルスに住んでるからよく砂漠に行って撮影してて、一眼ムービーでやると彼は今まで必需品はクーラーボックスだったんだって、はい。で一眼ムービーで撮るとあのイメージャーと言われる部分、撮動素子がキンキンに熱くなるわけで止まっちゃうんですよ。そのためにクーラーボックス持ってってカメラを冷やして別の冷えたカメラ出して撮ってた。でこのカメラになってから一切その必要がなくなった。この間ネバダ州の摂氏45度ってところでやつは回してました。人間が先に倒れた。そういうね、やっぱりひょっとしたら辺境地あるいは紛争地帯、そういったところでジャーナリストの人たちはこのカメラ持っていったら写真も撮れるし、ひょっとしたら動画もそこで撮れるし、で今スマホに連携できますからね。さっきのショートムービーで編集してそのままスマホに乗っけたら本局っていうか編集部にすぐに映像を送ることができる、スマホでね。そんな非常にバーサタイルというか非常に気軽に映像を送る装置っていうのはなかなかない。まあ私そういうふうにしたいなっつって、お願いをしたらこの羽田さんが非常にこのおとなしくて上品な人なんですが、歯食いしばって頑張って作ってくれたというのは本当に私は声を大にしていたいです。普通ここまではなかなかできないです。ちょっとこれまたフラットについてっていうのがあるんですけど、最近さっきもスチールの方で HDR っていうのがありましたね。ダイナミックレンジとの戦いで白飛び黒つぶりをしたくないで、映像も もちろん同じなんですよ。でログ収録とかいろいろあるんですが、その難しいこと言わないでちょっとだけカーブを緩やかにするというか、要するにこれ難しいんです、コントラストちょっと緩めにする。そうするとね、白飛び黒つぶりしないっていうモードがフラットですよね、はい。M5 Mark II のバージョン 2.0 からですね、動画専用のピクチャープロファイルを用意させていただきました。なるほど。こちらのカラーグレーディングをしてもですね、暗部に色が残ると、そういうのは最適なファイルになっています。なるほど。僕らは結構プロの分野ではこれがすごく助かるんです。飛んじゃったものはもう返ってこないです。黒つぶれしたものは永久に見えないです。さあ難しい話が来ました。オリンパスはいつになったら 4K 出すんだという話がいろいろありましてですね、僕の実感で言いますと、仕事で去年 4K の番組1個納品しました、他社のビデオカメラを使ってます。しょうがないですそれは。でもね、考えてみてください。 4K が撮れるカメラいっぱい世の中に出ました。 4K が映るテレビいっぱい世の中にあります。どこが放送してるんですか。で僕らが作ろうと思ったら作るんだけれども、編集は重たいし、なかなかそれを納品するのハードディスクで僕局に納品しましたからね。普通はテープ納品なんだけど、でその曲はまだ出してません、放送で。これ見てください。これは僕は実は割とびっくりした。これは写真なんですけど、2004年にオリンパスは 4K のカメラを商品化してるんです。実はちゃんとウェブ見ると出てくるんだけど、あなたこれ作った一人ね。はい、かなり昔にですね、カメラだけではなくてハードディスクレコーダー、そして編集装置、編集シアター300インチのモニターにですねプロジェクションする、そういう設備一貫したものを、研究用途からオリンパスは高精細のデジタルイメージングをずっとやっていまして、そちらの方をずっと継続しています。こちらの方はもうないんですけれども。ないよね。物は一応なんか残ってるみたいだけど、だから2004年だから今から12年前ですよ。12年前にすでに 4K のカメラを開発して、カメラだけじゃなくて、で私調べましたらね、2005年に愛知万博、愛知九博っていうのがあって、はい、そこで本館になるのかな、そこの底面に照射する映像のシステムが全部オリンパスのこれなんですよ。で押井守さんという広角機動隊って作った監督さんがいますけど、彼が全部全
制作総指揮をやって、このオリンパスのシステムで 4K のカメラで映像を作ってちゃんとお披露目してたのね。11年前か、2005年だから、はい、でね、私思いました。僕らはまだ実は 4K は必要としていません。だって仕事になりませんし儲かりませんから今のところ。でもこれから必ず必要になってきます。で、舞谷さんっていう天才がいらっしゃいまして、オリンパスペン F も最初に作った人ですけど、この人に生前僕は数回お会いすることがあった。この人はやっぱり他の会社さんが立派にあるものを作ってるんだったらそれを買いなさいと、同じようなものをオリンパスが作るんじゃない、他にないものを作るからオリンパスなんだと。だから彼に言わせれば、今 4K というものがこれからどんどん出てくるってなってるけれども、今優秀なものを欲しいんだったら他社さんの買いなさいと。オリンパスらしい 4K が出ないとオリンパスが作る意味ないよっていうふうに天国で言ってらっしゃるような気がするけど、花枝ちゃんどうよ。今後についてはちょっと、ノーコメント。そうなの。研究は進んでると思います。はい、研究をしてます、ね、なので今後のオリンパスの動画ということは、我々がこういうカメラ欲しいよっていうふうなものっていうのは、もう一つ言えば一般の人でもすぐに手軽に使えて相当なクオリティが簡単に得られるという、そういう動画が作れるものを期待して、多分必ず作ってくれると私は思っています。ということで、こんな話題で、終わりたいと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、はい、どうもありがとうございました。もう本当に貴重なお話、大変興味深いお話をいただきました。もうあっという間のお時間でございました。さあ、今回お迎えいたしましたのはテレビプロデューサー大野克美さん、そしてオリンパス株式会社羽田さんでした。どうぞ大きな拍手でお送りくださいませ。ありがとうございました。